はい、皆さんこんにちは、ワナリグリビッシュです。では今回は提督の決断法バブキットヤマト特攻リベンジ続きをやっていきたいと思います。まあ、続きといってもね、試行錯誤回が続いているので、1からにはなるんですけども、なんとかね、マップクリアをまずは目指していきたいかなと思います。で、投入する艦隊は同じですね。ヤマト要する第一艦隊、こちらは慶順矢作戦、駆逐艦が8隻、それに戦艦ヤマトからなる、計10隻の第一艦隊、さらに第三艦隊ですね、ここは従順4隻、あと軽空母龍鳳、さらに駆逐艦が入っている6隻の艦隊、さらに第4艦隊、ここは戦艦春菜、航空戦艦2隻に正規空母天城葛城要する第4艦隊計8隻、これらを投入していきます。ここは変わらずですね。で、一応第1、第3、第4という艦隊名なんですけども、戦闘画面では第1、第2、第3と、若番順に呼んでいきます。で、艦隊の配置も同じです。で、今回もですね、空母は離脱させるんですが、前回ね、いい感じだったんですが、ヤマトが集中攻撃を受けて沈んでしまってゲームオーバーになったので、ヤマトもやっぱり離脱させようと思っています。で、残った艦隊なんですけども、まあ、まるで一つの艦隊かのように扱ってですね、敵の一個艦隊に当たる、まあ、つまり味方の三個艦隊 VS 敵の一個艦隊みたいな形で、局地的に、数的有利を作り出して戦えれば理想的かなというふうに思っています。では始めていきましょう。ああ、そうそう、で、一番のポイントが今回夜明けで出撃します。今までね、日没とともに出撃していたんですけども、動画のコメント欄でもお寄せいただいたんですが、夜明けとともに出撃して洋上待機、その後、まあ、夕暮れ前に艦隊と敵艦隊とね、遭遇できるようなタイミングで、まあ、進撃していくのがいいんじゃないかと。そうすればね、夜明けまでの間に時間が十分に取れるので、その間に敵艦隊をね、十分叩けるという目算です。では夜明けとともに出撃です。じゃあ今お話した段取りで、ヤマト、さらに了解空母を離脱させていきます。了解。まあ、これ離脱させるのがいいのかどうかってちょっと微妙なんですけどね。ただ空母とか戦艦はやっぱり敵の航空機に集中的に狙われる運命にあるので、まあ、それを少しでも避けたいなという意図から離脱をさせます。了解。で、航空索敵を行っていきます。で、あとはですね、夕方まで艦隊をマップの一番右上、一番敵に見つかりにくいところに配備しておきましょう。了解。了解。では時間を進めます。敵の位置をつかむのは重要なので、了解。了解。さあ、そしたら12時ぐらいになってきたので、そろそろ艦隊を動かしていきましょう。のんびりと。了解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 。索敵も怠りなく、面倒でもやっておきます。さあ、敵の位置がまだちょっと見えてこないな。そろそろ敵の位置把握したいですよね。
いや、全く敵の位置がつかめないでいる。どこにいるんだ。発見した。確認します。敵の位置。ここですね。ここにおそらく2個艦隊ぐらいはいそうな密集体系かな。現場に急行します。さらに索敵も強化しましょう。一番足が遅くなっているのが戦艦春菜を擁する艦隊ですね。敵の直縁が出ている。敵の偵察機が発見される恐れが高いですが、一旦ここで、まあ、夜明け、日没を迎えるので、そこで一旦我慢しましょう。敵の艦隊はここに集中的にいるな。 OK だ。ザッコザッコ沈めていくぞ。さあ、理想的な展開ですね。日没まであと1時間というところで敵の位置を把握して敵に接近している。ここからは主に一番最初に敵との海敵が予想される第一艦隊の操舵からやっていきましょう。まずは敵の爆撃隊、航空攻撃隊から艦隊を守らなきゃいけないので、かわしていきます。かわせるだけかわす。ぐはっ。強力な魚雷攻撃の前にまず一隻駆逐艦を失ったな。早いけどしょうがない。ライト点灯していきます。雨が欲しいな。雨が欲しいよ。魚雷を撃てる距離までまず近づかないといけないので、頑張って近づきましょう。早い。従順の沈没が早すぎる。さあ、魚雷をぶち込んでいくぞ。空母に取り付けないでいるな。なんとか空母に早く取り付きたいですね。なんとか敵の空母に取り付きましょう。第一艦隊がほぼ戦果を上げられないまま壊滅してるな。
苦しい戦いになってる。第2艦隊をちょっと巻き込みにつつ、なんとか魚雷の射程圏内にようやく収めてきましたね。第3艦隊もようやく敵との海敵が始まってます。雨欲しいな、このタイミングで雨欲しかったな。よし、敵の空母撃沈の報告が上がってる。ちょっとどの空母かっていうのを見る余裕がちょっと今ないので微妙ですけど、 SX 級の精鋭空母ですね、撃沈してるのは。さあ逃がさないぞ。第3艦隊が待ち受けてる方向に敵の空母艦隊がのこのことやってきている。これを全部打ち減らしていきましょう。敵の空母にとどめを刺す。第一艦隊はもう壊滅ですね。残念ながら。第3艦隊がすごい至近距離からの攻撃戦に持ち込めてるね。まあこれただ敵の魚雷攻撃も受けやすい状態なので、必ずしもいいプラスの状況ではないですが、ここは耐えましょう。装甲の厚さにかける。そしたら全艦隊一度離脱しましょう。夜明けが来るとまずいことになるので、全艦隊洋上待機、洋上避難で行った方がいいのかな。撃て、了解。さあ夜明けだ。こっからは逃げて逃げて逃げまくるぞ。
敵の空母に攻撃を仕掛ける意味はあまりないので下がりましょう。偵察機だけ飛ばします。いやーきついな、夜明けになっちゃうときついな。どんだけの戦力を残せるかですね、次の日没までに。わ、敵の攻撃機も出てるな。敵の空母はただ見えてるものは全部潰したと言っていいと思うので、あとはもう逃げおおせるっていうだけですね。ただ敵の爆撃機が迫ってるな。雨降ってないよね今回まだ一度も。それも痛いよね。うわ敵の艦隊が押し寄せてきてんな。一隻でもいい、多く待ってくれ。敵の偵察機見つかったぞ。いやこれは味方の偵察機だ。いやー焦りが生まれているな。よし1個は艦隊離脱できたんじゃないかな。全然雨が降らないね今回は。ヒューガがおとりとなってくれてる間に艦隊を離脱させましょう。ヒューガが攻撃能力を喪失してなお持ちこたえてくれている。ヒューガが沈没ですね。いや雨降らなすぎだろ今回は。これ前回同様最高のタイミングで雨さえ降ってくれればね十分に勝機あったかな。敵はただ 2個艦隊の空母は壊滅させたので、あと1個艦隊分の空母ですよね、まあ、ただここに正規空母3隻が残ってるね。さあそしたらヤマト特攻の準備と残った戦力を合流させましょう。了解。何？敵に発見された。このタイミングで敵に発見されるのはまずいよ。再び洋上を北上して攻撃を避けましょう。よし。じゃあこのタイミングでいよいよヤマトを投入していきましょうか。残った3隻の、これ見るとクルーザー、まあ、軽巡ですね、あと従順、それに航空戦艦2隻、これも投入していきます。
で、空母は再び南進させていきましょう。まあ、敵もこちらの狙いは分かってるから待ち伏せてるよね。そうだよね。そうだとは思ったよ。まあ、ただこれがいい感じのおとりになってくれればいいのかな。ヤマトの方に気づいてないでしょ。とはいえヤマトの火力だけではきついよ。いくらなんでもきつい。夜間の爆撃機も飛んでくるよね。そうだよね。今回雨が全然降らなかったな。ここまで一度も雨降ってないからね。ここで雨か。ここで雨だね。ようやく待ちに待った雨だけど、ちょっと遅すぎるよ。伊勢はもう攻撃能力失ってるね。従順だけの火力じゃきつすぎるわ。キューガが沈没したね。そしたらヤマトを画面の南へと移動させていきましょうか。あとは空母からの攻撃に頼りましょう。せめてね、もう何隻か従順が残ってくれれば火力的にもう少しね期待が持てたんですが、そこだけ残念だな。ただこの恵みの雨は本当にでかい。雨が止んだ。
さあ雨が止んだので空母から攻撃を発艦してきます。何隻戻ってきてくれるかですね。ヤマトが機関喪失してるじゃないか。マジかよ、きついな。まあ、洋上砲台としてヤマトには残った砲弾を火薬をすべてつぎ込んでもらう。さあ護衛機と爆撃機が敵の第一飛行場に攻撃を仕掛けてます。っていう中ちょっと待ってね、敵に発見されたな。空母が急いで離脱だ。大破したね空母が。天城が大破。カツラギも大破か。これで2世紀空母が大破したんだね。従順の青も大破。ヤマトは機関喪失のままだな。いやー無念。雨のタイミングがもうちょっと早かったら少し違った展開になったのかなっていう気はするんですけどね。やっぱ雨のタイミングと、まあ、反省点がするあるとすれば、第一艦隊の水雷戦で序盤にね敵に接近する前に、まあ、矢作はじめ駆逐艦、まあ、数隻を失ってしまって水雷戦が思うように展開できなかったっていうのがちょっと痛いかな。なので、これまで何回かやってきた反省点すべてがうまくマッチすれば十分に攻略はできると思います。まずは水雷戦ですよね。どっかの回で水雷戦ですごくね敵の艦隊にダメージを与えることができた回があったと思うんですけど、まあ、そういった形で敵の艦隊を水雷戦駆逐艦で、大ダメージを与えた上で、まあ、今回のように数的有利を作って敵の艦隊をね、片付けていけばこの状況下でもう少し艦艇が残ってたんじゃないかなと思うんですよね。ではちょっと見ていきましょう。まず敵第三艦隊から SX、さらにバンガビル、さらにハンコック、これ正規空母3隻ですね。これを撃沈しています。さらにバターン軽空母、第一艦隊からはベニントン、ベローウッド、これを撃沈していて正規空母ホーネット、さらにサンチャンジトは大破、甲板使用不可に持ち込んでいますね。で第二艦隊はアスプ、エンタープライズ、ランドルフ、インディペンデンス、これは健在でした。味方は、まあ、ご覧のように壊滅ですね。というわけでちょっとなかなか本当に難しいんですけど、なんとかね活路を見出していきたいと思いますので、皆さんのアドバイス引き続きよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。